な。トークショーすることはなかなかない機会なので、ぜひ楽しんで行ってもらいたいなと思います。今日はよろしくお願いします。はい、どうぞ。木梨さん、お願いします。みんなでトークショーにレースウィーク中に出たりっていうのはあんまないんですか？ないですし、この3人は多分初めてみたいです。あ、そうですか、はい、初めてです、はい、おお、なんか意外ですね。そうやってなかなかチャンスなかったですね。結構あれ、イベント中かレースウィーク中に2人とかやるんですけど、この3人とはなかなか、はい、あ、そっか、私が多分ピョコって入ってきちゃったみたいな。あ、そうなんです。レディースクラスのライダーがトークショー、写真を、レディースクラスですね、今のモッカクロス の、はい、写真、安原さん、走った写真、3人でやることは結構、向かい側に、はい、今自転車乗ってる人たちがいると思う、はい、その向かい側にあります、ね、はい、分かりました。濃、はい、い話なんかも、ね、出てくると思いますけども、さあ、そんな3人ですけども、ね、トライアル、実際に見たことがない方々もいらっしゃると思います。まあ、皆さんパフォーマンスを見ればどうでも考えるので、
階から降りて行く。だんだん上がった。4階から降りて行く。